ガイアグラウンド、釧路市民球場は、北海道釧路市にある野球場。東北海道の拠点となる総合運動公園を、目指して整備している、釧路大規模運動公園にあり、付属球場、屋内練習場を併設している。施設の老朽化による、大規模な改修工事を2014年から3年間、行い、ドームでない野球場としては北海道うち、初となる。 全面人工芝を導入した。人工芝はすでに、メットライフドームでも導入されていた、野球専用人工芝、MS クラフトベースボールターフを使用した。改修後の2017年7月25日に、北海道日本ハムファイターズ対、千葉ロッテマリーンズのプロ野球公式戦が開催された。札幌ドームの試合と同様に、ホームチームであるファイターズが3塁、側ベンチを使用した。 改修後も照明設備がないため、平日開催でもデーゲームで試合が開催され、2019年8月28日の日本ハム対埼玉西部ライオンズ戦では、ノーム注意報が発令されていた影響もあり、8回表虫をもって日没によるコールドゲームが宣告される事態となった。プロ野球公式戦の日没コールドゲームは1999年6月20日の オリックスブルーウェイ部隊大阪近鉄バファローズ戦以来20年ぶりとされる。屋内練習場は、雨天時や冬期間の練習施設として、市民球場と付属球場の間に建設された。地元産から松材を生かした木造平屋建ての内部は人工芝で覆われており、投球練習のほかトスバッティングのような打撃練習も可能。公式、軟式野球と、 ソフトボールで利用することができ、マウンドの距離も少年、大人問わず対応可能で、通年利用できる。2021年4月1日よりネーミングライツを導入し、地元の不動産会社、ウィンドヒルの名称を冠した、ウィンドヒル東北海道スタジアムを愛称とする。期間は同日より3年間の予定。外部リンクを参照。ありがとうございます。